はい、こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ラテンやボサノバはイーブンなのかっていう、ご質問をいただきました。これはライブを見に来てお客さんに言われたんですけど、そういうふうなイーブンだっていうふうに書いてある教本があったりとか YouTuber の方が言ってますっていう話を聞いたんですね。まあ、イーブンの反対っていうのは、まあ、僕の知る限りではスイングっていうのかな。だからこうイーブンだと 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4、こう長さが違う。要はイーブンっていうのは、まあ、同じ長さっていう意味だから、まあ、均等っていう意味だからね、同じ長さっていう意味だから長さが一緒でしょうっていうお話ですよね。この長さがね、これだと100m だとして25、25、これだと3連符で、前がよく3連符の、中抜きって言われるので 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and、こういうこうフィールがですね、タッ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 とかトゥー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 かっていくかと。なのでボサノバっていうのはこういうふうに書かれることが多いので、これと8分符って全部タッカ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 で演奏するかって言ったら、やっぱりこうこうやって右手見たらこれはもうイーブンじゃないですか。ただジャズ系の人って結構ボサノバでもこうやって演奏する人がいます。これ僕気持ちいいと思うんですけど、タイノカ福士さんはこうやってボサノバを演奏されてたんで、あ、かっこいいなと思ったんですけど、こうやっぱりこう一個一個をスイングさせる、やっぱりもう生粋のジャズの人なんだな。ジャズの古いレジェンドたちが叩いてるボサノバって結構こうなってる人が多いんですね。で、まあ、僕はボサノバ好きだからいろんなものを聴いてるんですけど、まあ、じゃあ現地のミュージシャンからするとまだまだですよ、まだまだですけどね。じゃあ例えばラテンでいきましょう。ラテンの場合はですね、こうクラーベっていうのがあるんですよ。で、このこれがね、これですね、これが、まあ、鍵ってなってるっていうふうに言われるんですけど、まあ、クラーベってスペイン語で鍵なのでね。で、このこれでこのクラベを踏みながらこのリズムを叩くんですね。西アフリカの、ね、音楽研究している人のワークショップを一回受けたことがあるんですけど、これってものすごく濃厚の音楽なので、お祭りの時にはやらなくて、こう要は神様を祀る時だけに演奏するものであって、楽しんで演奏するものじゃないんですって。だからこうみんながそのなんで祭りの日じゃないのにこの演奏させられてるんだって不信がってるっていう、すごくそこに関してこう神様のための音楽なのなんでこんな変にやっていいのかみたいなぐらいのなんかまあ神聖なものなんですけど、このリズムがもともと派生してラテンになっていくんですね。ラテンというかこうキューバとかの方にこう行った時にこう合体していくわけじゃないですか、この白人のビートと。でもともとこの3連のビートだったものに対して、要は同時に16分音符を鳴らす楽器、要はギターとかですね、そういったものがこう16を鳴らしているフィールの人たちが入ってくるわけですよ。そうするとこれとこの16のフィールからするとこうなるみたいな。なので前半上やって後半下やると、足は同じことやってるんだけど、その16のフィールにちょっと寄ると、要はこのタンタツクタタンタツクツタウッタンタンタンタウンアンウン、どっちとも取れるみたいな感じ。2分音符っていうフィールがある中のタンタツクタツクタッ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 タじゃなくて、スースタッ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 タってフィールの中にこういろんなものがあるみたいな。だから要は2分音符でね考える、これ書き方としてはこのハーフなんで、このイン2なので、こうワンツーワンツーのここの中に3連も16もこう伸び縮みして入るんですよ。なので書くとするとなんかこうイーブンみたいなんだけど、3連と中心なんか中間みたいなリズムになって、サンバ系の人たちのちょっとワークショップを受けてる時にね、こう要は16分音符でこういう風にすると、いやこんなんじゃダンスできんと言われて、要はもっとタドゥンタドゥン、この後ろ側がもっともっと後ろにいないとタドゥンタドゥンで、これでこのフィールで体動くんだよっていう。
ていうふうに言ってて、だからこれ多分下手すると5連符のこの5つ目ぐらい。で僕もこの弦の人と分かんないですけど、この5連符の後ろぐらいのここの位置を取ってそこに4つではめ込むから、当たり前だけど長さがまちまちになるじゃないですか。でも前にも言ってると同じで、これが同じことをずっとこうループできたらこれはグルーヴになるんですよ。でやっぱりサンバとかボサノバだと今年の流行りの鉛り方みたいな、この配列の仕方ね、まあ、があるんだよみたいな話をよく聞くんで、ああそういうのがあるんだろうな。だからこのビート的にはね、ジャズもラテンもみんなそうなんですけど、ジャズも多分こう打ち込みをすると5連符の5つ目、やっぱダンスミュージックするときにこう気持ちいいのって、まあ5連符だったり速さによって5連符だったり16分音符の4個目になったりとかするんですけど、まあマイルスのこの位置っていうのは結構5連符の5つ目ぐらいにあるんだっていう、こうこのね、あの波形を取るとそうなるんだって言ってる人がいて、あ確かにそうだよな。で打ち込みやってる人もだいたいスイング5連符ぐらいでやらないとなんかこうスピード感が出ない、わたた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 よりはたたたたたたたの方がスピードが出るじゃないですか。なのでやっぱり伸び縮みしてる、3連ぴったりじゃなくてもっとなんか伸び縮みしてる、だからスイングフィールになるんだとは僕は思うんですね。だから3連もジャズもそうなんですけど、この感覚は変わってないけど、間に入れる音数を増やしたり減らしたりとかすると3連に聞こえたり16に聞いたり5連符に聞こえたりとかするじゃないですか。なのでそこの位置の勉強をするんだよっていうのは最初の頃にねすごくこう教えてもらったんですよ。専門学校でね、結構最初1年生入ってすぐの頃にこの授業をやってて僕はすごく感銘を受けたんですね。でそれは何かというとですね、このタンタカタンタカって普通は右右左でこれを、まあ、オルタネートでね、右左右左右左で交互に叩きなさいと、叩きなさいと。で次がこの3連、3連は3、まあ要は2拍が100としたら50、25、25だったのを33、33、33にすると、ね、でこれも同じずっとオルタネートで、というふうに叩き、まあ、叩きなさいと。でこの3種類のこの50から33に1個目が落ちていく中間をいっぱい作れと。これをやらされたんですね。50から33に行くところの間をいっぱい持ってるとこれが実際に歌になるんだっていう話をすごい聞いてですね、すごく感銘を受けたんですね。で特に僕練習男だったんでこれカキって変わっちゃうの、要はタンタカタンタカタタタタタカキって変わる練習をしなさいって言われたからさ、カキって変わっちゃうわけですよ。そうすると今度はこのカキッと変わらない練習をしなさいって言われて僕ははぁと思ったわけですよ。面白いと思ったわけです。でこの中間みたいなのがいっぱいあって、これが要はサンバとかボサノバ面白いとこ、3連なのか16なのか分かんないんだけどどっちよりみたいな感じだと表現力がいっぱいあるわけで、同じ音符で書いたとしていっぱいあるわけじゃないですか。なのでこういうこのぐっと後ろにもたってくるような、ね、急に元に戻るようななんかこう同じ2拍3連みたいな感じなんだけど全然リズムが違うじゃないです か, だからこういうところがめちゃくちゃ面白いわけですから、なんか可能性がいっぱいあるからね。だからここをやっていくと要はやっぱり伸び縮みしてるっていう意味ではスイングなんじゃないかなって僕は思ったりするんですね。それスイングって言っていいのかどうか分かんないけどね。16と3連が混在してる感じ、この、ここの裏拍に合わせていろいろ混在してる感じ、こういう感じの感じで考えるとイーブンには聞こえないですね。で、いわゆる ECM みたいな、
うスムースジャズって言われるやつのイーブンみたいな感じで、これはまあ本当にイーブンなんだと思う。こう要はバネがない感じ、要はスイングするとこう伸び縮みするから、こう短いとこと長いとこができるんでバネが出る感じ、ここがめちゃくちゃ面白いと僕は思うんですよ。なのでこれがね、で逆に言うと今の音楽の主流って打ち込みじゃないですか、だから全部イーブンなんですよ。であんまり伸び縮みしないみたいな、で白爪ミクでその作ったりとかすると、要は全部が要はデジタルな、全部がコンピューターな感じがして、それが面白かったんだけど、最近ね、要はバックの演奏がデジタルで、で歌が入ってるみたいな。東京シャンディランディムなんかは歌みたいなんだけど、なんか初音ミクに寄せてるみたいなところあるじゃないですか。そうするとこういわゆるデジタルのピコピコ均等みたいな音楽の上にちょっとこの生のこうたまりがはまってくるんだけど、どっちかというとこっちにこのデジタルの寄りになってるというかね、音楽がこうそのコンピューター寄りになってるっていうのが好まれるのかな。コンピューター寄りなやつは僕もテクノ大好きだから、要は無機質な感じ、無機質なんだけどこうなんていうのかな、バスのグングングンっていうこう一定のところのビートでこう鼓舞される感じっていうのが独特に面白いと思うんですよ。なので僕もデジタル音楽めちゃくちゃ好きなんですけど、デジタル音楽の上にこう生をどれぐらいの要素で寄せるかっていうところが今の音楽の主流だと思うんですよ。なのでこのスイングっていうのは今正直流行らないみたいな感じかもしれないけど、絶対戻ってくると思うんですよ、音楽の中で。で一番面白いし表現力の多いとこだと思うから、だからボサノバとかサンバはだから普通にイーブンとして捉えて音楽する、要はサンバをボサノバをイーブンとしてあのデジタル系で音楽をするっていうのはこれは全然ありだと僕は思ってて、だからこれをイーブンと呼んでしまっていいのかって言われたら、まあそれはそれでそうやって呼ぶんだったらそういう表現だからそれはありだと思うんだけど、このラテンとか、まあ、ブラックミュージックの根本ってやっぱこうバネだから、バネを出そうと思うとイーブンであるはずがないと思うんですよ。で ECM みたいな感じのこの漂ってるみたいな感じっていうのはなんかこう白人寄り なんか感じのサウンドがするじゃないですか。だから意図的にそうスムースジャズみたいな感じになってるんだけど、でもやっぱりイーブンでやりながらもジャズ系の人たちっていうのはそのタイムのずらし方でこのバネっていうのをちょっと見え隠れさせてると思うんですよ。なのでそこら辺を考えるとどれもありなんだけど、僕としてはこういう可能性があるよ、もともとのラテンはこういうとこから来ててこういう風になってるよみたいなところはちゃんと押さえた上で自分がどれをやるかっていうのは別に構わないし、ボサノバサンバがあのイーブンだよっていう風に言うのはある意味譜面面的にはありうるし、それをそのままデジタルで打ち込んでしまえたら実際にイーブンに聞こえるからそれはそれでいいと思うんだけど、もともとのボサノバとかもともとのラテンっていうのはやっぱりスイングフィールに近いような僕は気がしています。まあ、これあくまでも僕の考察なんでね。はい、ということでございました。本日はちょっと面倒くさい深いお話でございましたが、以上私の考察でございました。またな10年ぐらいしたら考察全然変わってるかもしれないですけど、はい、参考にしてみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、本日の、内容いかがだったでしょうか。面白かったとか役に立ったとかですね、何かあったらコメントに書いていただけると嬉しいです。そして、よかったらいいねマークを押していただいて、メルマガをね撮っていただけると、見逃しがなかったりとか、資料なんかもダウンロードできるので、こちらの詳細欄から、登録しておいてください。ぜひぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。